運命というものがもしあるとすれば、その運命にモーションをかけることが今のベンサムに必要だったんです。フェイトモーションという曲は今しかできないんです。涙が色づく頃だよ、こんなところに憂いなんてね、愛してる「ダメだよな」